えー、こんにちはアンンティークコインギャラリアの渡辺です、えー、今日も見ていただいてありがとうございます。皆さんからのコメントだったり、えー、いいねだったり、すごい励みになりますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。えー、今日はですねあの、ブラックスワンに備えようっていう話をさせていただこうかなと思います。まあ、ブラックスワンって何っていう話なんですけれども、えーまあ、めったに起こらないんだけど、起きた時の、えーまあ、壊滅、起きた時に壊滅的な被害をもたらすっていうような えー、自称のことをブラックスワンって言いますこれ何てブラックスワンっていうかなんですけれども、まあえー、昔黒い白鳥なんていないって思われてたんですけれども、えー、実は1697年にオーストラリアで発見されたとで、まあ、こう今までにはそんなものありえないと思われていたものが、まあ、一つの例によって覆されたというような例ですね。 でまあ、まさに今起きているこの新型コロナウイルスの流行なんかも、まあ、ブラックスワンですよね。えー、まあ去年、まあ、この話ちょっと前にもした気がするんですけれども、まあ、例えば去年の今の時点で、えー、来年はえ新しい病原菌が流行ってオリンピックが中止になると世界中の国境が閉じて、えー、経済大混乱ですよみたいな話をしたって誰も信じないそんなありえない。でもこの可能性って、まあ 確かかにゼロではなかったんですよねただ、まあ、この0.0000 0 0 0000 00何みたいな確率がドーンと来ちゃいましたと。で来ちゃったらもうとんでもなく壊滅的な影響をもたらしているというような話これもまさに今起きていることがまあブラックスワンかなと言えますと。で えっとですね。まあその他にですね。あの今は結構ネットとかうんんまあ、いろんなところからですね。まあ、噂になっているような話ですね。あのまあ、預金封鎖とか資産税とか。ちょっとね。そういった話の。のえー、まあ、捉え方というか考え方というか、ちょっとそういったお話をできたらなと思います。あの、先に言っとくんですけれども。あの私自身は別に何のイデオロギーもない。 ですのであのですし今日の動画はねなんかあの絶対に、あのー、預金封鎖が来るとか資産税みたいなものが絶対に来るからやばいよやばいよアンティークコイン買わなきゃやばいよもう資産取られるよみたいな、えー、そういう話ではないっていうのをまあ先にちょっとご理解いただけたらなと思いますあのー、こうやってね煽ってやばいよやばいよって言ってアンティークコインを販売するっていうのはまあ確かに簡単なのかもしれないしまあそれで あのーまあ、たくさんのアンティークコインを販売することはおそらくまあできるんでしょうけれども、あのーまあ、そこに私はちょっと価値を見いだせないというか、まあ煽って買っていただいて、まあ煽られた人ってやっぱりねバーッと登っちゃって買ってでも熱が冷めて「何で私こんなん買ったんだっけ?」みたいな感じでちょっとなんか騙されたみたいな気分になっちゃって、うん、結局そこになんか満足感っていうのは生まれないんじゃないかなと、うん、思っていますので、まああのーまあくまでも私の。 スタンスとしてはもうやばいよやばいよって言って煽ってかか買わせるというかまあそういうのではなくてまあ,あの実際に納得していただいて買っていただくっていうのがまあ,あのうちのスタイルです、まあ、そこだけちょっとあの先にお話しさせていただけたらなと思いますでですねあのまあシンプルにね今の状況をえ確認してでまあ過去に何があったのかっていうのを確認してまあそれを まあ皆さんがどう判断するかっていうのはまあ委ねるっていうようなスタイルですね。はいでえっとですね、まあ、この預金封鎖とか資産税っていうのは、過去にね、実際日本で起きていると。で、まあ、日本以外にも、あのまあ、日本ではね、1946年に、まあ、戦後のこの混乱時期に、えーまあ、戦後の賠償金だったりっていうのをまあ政府が支払うために、えー、国民の財産を一部使ってっていうような話ですね。 あのまあ、実際何が起きたかというと、えーまあ、完全に預金封鎖というわけじゃなくて預金の引き出しの制限金額の制限がかかって、えーまあ、なんで例えば1000万円資産持ってたのに、えー、月に30万円しか引き出せなくなりますよみたいな話ですねで、まあ、そういった時に、まあ、ちょっとどんどん物価が上がっちゃってあの自分が持っている資産がどんどん目減りしていくというようなことが起きたと。 で、その後ですね、まあ、あの、診察に切り替え、で、もう、古い日本円での、えー 支払いいは認めないみたいな話になりまして、えー、どんどんねあのタンス預金を出させて、えー、旧日本円を新日本円に変えさせるでもこ今後は、えー、日本円新日本円以外は、えー、支払いには認めませんよっていうような形にして、まあ、どこの誰がタンス預金どれだけ持ってるっていうのを把握して資産税をガツッと持っていくみたいなことが、えー、1946年にこれ実際に日本で起きた話ですと。 うん、でまあこの預金の封鎖というか、えー、引き出し制限みたいなものは、えーまあ、一番直近だとまあキプロスとかで起きたりですねあとはまあよくよ,、まあ、よくっていうとあれですけど、まあ、南米、えー、アルゼンチンだったり、えー、っていうのはまあよく、まあ、よ,よくですね、まあ、あのすごくデフォルトが多い国なんですけれどもあのまあそういったところでは預金封鎖っていうのは実際に起きていると。 いう状況ですねで、まあ、日本だと2024年にですねあのー、まあ去年発表されて話題になった渋沢栄一さんの、あのー、一万円札に切り替わりますよと。まあ、なのでそのタイミングでまあ何かしらあるかもしれないよねないかもしれないよねという状況ですね。まあ、特にこういったあのね、あのー、コロナみたいな時って、まあ、日本中が厳しい状況に。 まあ経済的に陥っているので、まあ、それを、ね、みんなでこう負担して出し合おうっていうのは、まあ、ありうる話なのかもしれないなとは、まあ、結構個人的には思っています。あのー、震災の時もね震災復興税っていうのが、えー、課されましていまあ、未だに給与明細に載っているっていうのがあるかなとも思いますしまあ政府はそういった感じでね、まあ、お金集めるっていうことは、まあ、やる可能性はあるよというお話です。うん でねまああのー、この可能性を、まあ、自分がどういうふうに捉えるかという話ですね、あのーまあ、例えば、まあ、自分はそんなに言うても資産持ってないから、まあ、財産税とか預金負担とか起きても別にへっちゃらですっていう人もいれば、まあ、それなりにお金持っているので、あのちょっと備えておかなきゃな。 っていいうう方もいるだろうし、まあ、そもそも預金封鎖とか資産税とかも別に起きないでしょうみたいな大丈夫大丈夫っていう形であのー、まあ何の対策もしないっていうのは、まあ、もちろんそれは自由なのでうんまあまあその人それぞれの判断においてやっていただけたらなとは思いますもちろんねあのー、何も起きないのがやっぱ一番いいのでまあええー、備えた結果結局何も起きませんでしたっていうのがまあ に終わった、ねまあ、かったたねね良かかいうのが一番ハッピーかなと思います、ねはい、なので、あの、まあちょっとまま、またになっちゃうんですけれども、まあ、ここでもう、預金不足来るよ、やばいよ、みたいな話はもう全くする気はありませんと、はい。なので、まあ、過去に実際起きたことで、今の状況で、まあ、歴史から学んで、えー、まあ他の情報を発信している人からも、いろんな話を聞いて、えー、でまあご自分で判断いただけたらなと。 思います、うんでねあのーまあ、もしその資産資産税とか預金封鎖とかが心配でちょっと行動しようかなっていう方にはあのー、でまあそんな方がアンティークコインをもし興味持った方がいらっしゃったらもう私はあの全力でサポートしますし、あのー、これはね結構やっぱ向いている資産だと思うんですよアンティークコインってこういった状況にね。 やっぱり、あのー、補足されにくい資産ではあるので例えば、まあ、匿名性が高かったり、えー、これはねあの匿名性っていうのは例えば、まあ、不動産とか株とかだったら株は、まあ、マイナンバーに紐も付くし不動産はもちろん投記しないといけないので、まあ、どこの誰が持っているっていうのはもう全部分かっているので、えーまあ、当然とそこから課税されますよねという話ですけどまあアンティキコインって あのただ買うだけなのでああのまあ言ったらねまあ全然金額とか違うんですけれどもコンビニに行って麦茶を買うみたいなことと実は全くあの買い物のね種類としてはねえ変わりなかったりはします。まああとねあの維持費がほぼゼロだったりえまあ予算 あのまあ10万円のコインもあれば1億円一0 0 0万1千万一億円とかっていうコインもあればっていうところでまあ価格がねまあ身の丈に合わした購入ができるとかだったりえまあそれこそねあのアンティークコインまあどのコインもですけど希少性が担保されているまあ要は簡単に言うと100年前に作られたコインはもう増えないよねというのでえ希少性が担保されていますとでその上でどんどん参入者がどんどん増えていくのでどんどん価値が上がっていくよねと。 いう話ですねまあ例えば株なんかはねあの新株発行みたいなできちゃうのであの今まで100株しかもなかった会社の株が急に1万株になっちゃうっていうようなことはまああったりはしますよねというところでねあのー、こういった何て言うんですかねまあ、ブラックスマン的な、えー、資産税だったり、えー、預金封鎖だったりっていうのが まあ,あるかもしれないよねっていうことでまあ行動する方で資産を何かに移す方でその中でねあのアンティークコインっていうところにえ興味を持たれた方がいたらあのぜひご相談いただけたらあのいろいろ相談乗れるかなとは思いますあのまたなんかもうほんとしつこいんですけれども全くこう煽ろうみたいな気持ちは本当になくてえ預金 ちゃんと、ね、自分で、えー、判断してて、えー、納得していろいろ調べた上でまあアンティックに興味持ってくれた方は是非連絡いただけたらなと思いますということで、えー、今日はですねブラックスワン的な話、えー、ブラックスワン的な物事に関して、まあ、どういうふうに対応していくかみたいな話をちょっとさせていただきましたえっ、ー、とね今日のちょっともう長くなっちゃってるんですけど今日の おええー、二千二十年のソブリンですね。はい、ちょっとね、箱だけ見せるのもあれなので。あ、ごめんなさい、これハーフソブリンですね。ハーフソブリン。なので、小さいですね。二千二十年のものなので、一番新しいものですね。はい、まあ、非常にちっちゃい。 まあお決まりのこのベ、えー、ルナルド・ピストルッチの肖像と、まあウラー、浦エリザです。ですね。というところですね。はい。で今日はこんなところでありがとうございました。あのー、ぜひね、チャンネル登録といいねいただけると嬉しいです。 あのブラックスワンに備えて行動する方、その中でアンティークコインっていう選択肢がある方は、ぜひ一度お声がけいただけたらなといろいろ相談乗れるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたししまますじゃ今日はありがとううございましたどうも失礼します。